こんにちは、まるまるです。今回はみんな大好きブルダックの食べ比べをします。今回用意したのは5種類、普通のブルダックと極辛とチーズとクワトロチーズとカルボです。一応裏面も載せておきます。作り方は全部同じみたいだったので同じように作りました。これ一応公式が出してる辛さ指標です。実際食べてみた感覚とどうなるか楽しみ。はい、5種類全部調理できました。見た目はなんか普通のと極辛が色が濃くて他のはあんまり変わんない。カルボが麺がちょっと太かったです。いただきます。で、カルボ？カルボが甘くない。あ、違う、辛くないカルボが辛くない。カルボからいきます。食レポ頑張るよ。次出ちゃう、時間たんだから。カルボは辛くない。麺が太い。クリーミー。オッケー。本当に？次、何これ？チーズから、チーズ、次チーズ。チーズ、ノーマルチーズ。あ、いきまーす。ん？辛くない。細麺の分ちょっと辛く感じるかも。まあ、でもちょっと辛いわ。クリーミー、色薄いし。チーズのコクが若干あるかも。一緒の順を追って食べてこう。うん、まあ美味しい。次、カトルチーズ。おお、いい匂い。なんだ、何チーズの匂い乳製品のいい匂いがする。うん、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 あんま辛くないわ。クワトロとチーズの違いを言いたいんだけど分かんない。なんか匂いが違う。こっちの方が唐辛子みたいな匂いがする。こっちはなんか乳製品チーズの匂い。うん、こっちの方が普段のブルダックに近い。チーズの方がちょっと変わったぐらい。うん、なんか濃厚クリーミーにしましたみたいな。美味しい。ノーマルいきます。海苔。てかカルボ辛くないやっぱ。うん、うん、うん。ああ、うん、ソースっぽさが増す。うん、やっぱこっちの方がさっぱりだわ。さっぱり、なんかトマトみたいに感じるんだけど。そう、酸味、酸味はないわ。なんか、あ、何、クリーミーじゃない分さ、うん、ジューシーみたいなさ、うん、うん、そういう意味でなんかまあソースなんだけどさっぱり感を感じるわ。辛さは同じぐらいかも。他の、あ、でも若干辛いかも。チーズよりちょっと辛いかも。うん、ソースの味って感じする。焼きそば、うん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 、でも甘くも感じるな。ニンニクかも。こっちにはネギとか合うけど、うん、うん、こっちにはそんな合わなそう。唇がどんどん赤くなってる気がする。極辛いきます。死ぬかも。色が濃いよ。ふぅ、怖い。じゃあ、大丈夫っしょ。量一緒だったもんね、そうするね。うん、うん、辛いわ。
なんか一発目からの辛さがすごいかも。うん、音からより。辛い、痛い感じ。あ、違うわ。辛いわ。連続はきついかも。だけどだいぶ私が強くなっちゃってることを思う。あ、こっちはもう甘さとかも感じづらい、味も感じづらい。さっきの普通のブルダックはソース味で甘くて美味しいって感じ。うんうん、甘い？なんかさっぱり。酸味あるよね。うん、なんかウスターソース的な酸味があって、うんうん、あ、そうそうそう、ソースっぽい酸味。うん、そうです。わかった。カルブは甘くてクリーミーで辛さが少ない。チーズとクワトロチーズは両方クリーミーでカルブより辛いけど、クワトロチーズの方がより濃厚、チーズの方が普通のに近い。ノーマルはちょっと酸味があってソース味、極辛は超辛い。以上です。見てくれてありがとうございました。バイバイ。